みんなこんにちは、こんばんは、おはようございます。イレイスリーダーのナイコです。今日はイレイスメンバーみんなで初詣に行くことにしたんだけど、集合時間に誰も来てません。いつものことなんだけどね、みんな遅いな。ナイコー、あ、リーダー遅いよ。もう明けましておめでとう。明けおめー。ごめんナイくん、料理作ってたら遅くなっちゃってさ。え、それもしかしておせち料理？うん、みんなで食べようと思って作ってきたんだ。みんないないし、こっそり食べちゃう？え、いいんですか？それじゃあ遠慮なく。全部ポテトって油と芋しかないんか、お前の料理は。ナイコ、ごめんな遅れて。あ、兄貴もう遅いよ。いや、ごめんごめんごめん、ちょっとマロがさ、昨日飲みすぎて分裂してもってさ。ぽえ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 。分裂するの、イフマロ？マロ、お腹空いた？あん、ぽえ。リュウラも当たり前のように対応すんな。ナイコ、バブマロ嫌いなの？いや、嫌いというか、普通分裂しないよね、人間って。ぽえ。しゃあないな、戻したろか。こうして、これをこうして、オッケー。よい。明けましておめでとうございます。こっちの方がうぜえ。ナイコ飲む飲む飲む。あー、もう兄貴なんとかして。いや、このポテトうまでしょ。ダメだこいつら。あー、みんないた。明けましておめでとう、みんな。あー、この声はホトケッチ。ちょっとホトケッチ、マロがめんどくさいから手伝っ。いや、気合い入れてたら遅れちゃった。マジで気合入ってんな。でもそれ女の子用ね。ん、ホトケ似合うやん、ホトケのくせに。でしょ。いや、全身タイツと悩んだんだよね。晴れ着で来てくれて本当によかったよ。よくないけど。まだ来てないのはショウか。あいつ遅いな。正月から遅刻とかマジありえねえだろ。君たち全員遅刻してるよ。自分のこと棚にあげんのうまいな。みんな、明けおめ。はい、ショウに抱きた。もう遅いよ、ショウちゃん。みんな集まっ。いや、なんか気合い入れたら遅いなってもうて。お前がそっちで来たか。ショウちゃん、かわいい。すごい似合うね、それ。やろう。やっぱわかるよな。もう朝4時から着付けしたんよな。全身タイツ着んのどんだけ苦手なんだよ。っていうか、イム君その格好やばいよ。それ女の子やろ。え、そうなの？僕わかんなかった。もうイム君ってば。もうお前のそれは変態用だけどな。よーし、全員揃ったし、初詣行くか。わー、よっしゃ。ちょっとだー。ピン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 。初詣って、今年1年のお願い事をすればいいんだよね。そうやで。ちなみに俺は武道館でライブできますように。いいね。じゃあ俺はファンのみんなにもっと好きになってもらえますように。じゃあマロはお酒が飲めますように。うん、もう飲んでるけどね。どうしよっかな。翔ちゃんは？そんな決まってるやん。今年も一年、リム君と楽しく過ごせますように。翔ちゃん、じゃあ僕も翔ちゃんと楽しく過ごせますように。そんな格好で何する気なんだよ。え、そういうナイコは何お願いするん？内緒。あ、ナイ君ずるい、みんな教えてんのに。いいの。はい、帰ってちゃんとしたおせち食べるよ。はい、帰る帰る。今年もこの6人で幸せに過ごせますように。じゃあナイコのおごいでピザね。やっぱ今のなし。